よ。セラフか。久しぶりだな。また新しい本でも書くのか。ああ、もちもち掲載店情報をアップデートしようと思ってね。載せてほしい店があれば言ってくれ。わかった。適当に見繕っておく。だが連日の発砲騒ぎとは、マカオも随分物騒になったな。カジノのあれか。うちの系列じゃありえない騒ぎだが、それでもさすがにあのレベルは滅多にないぞ。それだけじゃない。今日はリラオ広場で銃撃戦をやってただろ。たまたま通りがかって流れ弾に当たるところだったんだ。高層でも起きてるのか。それは災難だったが、うち絡みじゃない。むしろ初耳だ。詳しく聞かせてくれないか。なんだと。ドンパチやってたのはどんな連中だった。スーツの連中がラフな服装の男女の一団を追いかけていた。少なくともスーツを着てたのはうちの連中じゃないな。うちじゃ親父を除けばスーツを着るのは俺とプリンスぐらいだ。そうだろうな。だが追われてる方も銃で応戦していたんだ。中でも女は相当な銃の手だれで、他にも小柄だが武術、あれはムエタイかの達人の男もいた。南方系の顔立ちだ。そんな個性豊かなメンツはうちにはいないな。だがそのムエタイの達人には心当たりはないでもない。他にモデル張りの美形の男がいなかったか。サングラスをかけていたので人相まではわからないが。そうか。ひょっとしたらその一味はうちの取引先かもしれない。取引先？これ以上は言えない。いいじゃないか。銃撃戦の情報を教えたんだ。ギブアンドテイクでどうだ。ガイドブックの次は黒社会組織についてのルポでも書くつもりか。さすがにそんな度胸はない。個人的な興味だ。だが迂闊に虎の尾を踏まないように知っておきたい。仕方がないな。タイのニュームーンという組織の連中だ。プリンスの取引で滞在中だと聞いている。タイ。なるほど。それでムエタイか。なんでそのタイの組織がここで銃撃戦なんてやってるんだ。ダークタイガーはそういうことを黙認するのか。もちろん黙認なんてしやしない。勝手なことをされて困るのはうちも一緒だ。スーツの連中が何者かはわからないが、さすがに銃撃戦があれば普通はニュースになる。観光令が敷かれているということは公安部絡みかもしれない。連中が何か公安部の怒りに触れるようなことをやらかしたのかもしれないな。だとしたらそんな連中と取引するとお前たちまで公安部から睨まれるんじゃないか。そうかもしれないが、プリンスはもともと内地からの介入を相当嫌っている人間だからな。そういうことがあったからといって付き合いを切るようなことはないだろう。だがうちとしては少なくとも親父に知られたら厄介なことになりそうだ。プリンスには状況を確認して国を指しておくことにしよう。
それじゃ店が決まったらこのアドレスに連絡してくれ。取材に行く。わかった。情報提供を感謝する。お前もあまり下手なところに首を突っ込むなよ。今日会うはずだった相手からだ。オート息子のおかげか。あんたが翼をもがれた天使か。無事だったのか。心配をかけてすまなかった。今は一人なのか。やはりそうか。タイの連中と一緒にいるのか。知り合いなのか。そういうわけじゃない。この会話も聞かれてるのか。隣にはいるがマンダリンを通じないので大丈夫だ。場所の変更が伝わっていないのかと元の場所に迎えに行ったんだが、目の前で逃げられたんだな。誰があんたをさらったのか調べをつけていたんだ。さらわれたわけじゃない。偶然助けてもらったんだ。落ち合う予定の相手、つまりあんたたちと連絡が取れるまで同行してもらっている。なんでタイの黒社会組織がそんな事前事業を。今ここにはいないが、助けてくれた連中の中にマンダリンが通じる相手がいたんだ。そいつに話したら口利きをしてくれた。なんだと。事情をバラしたのか。メールの返事がなかったから見捨てられたかと思ったんだ。すまない。相手も逃亡者で、大の連中も西南から逃れてきてる。それで同情してくれてね。まさかそいつらもまとめて亡命させろと。さすがにそんな話じゃない。むしろ迎えが来ないようならタイに逃してもらうつもりだった。お前のことを知っているのはそいつらだけなのか。例えばタイの連中の取引相手ダークタイガーと接触は。今のところ知られていないと思う。分かった。知られないように注意しろ。厄介なことになる。分かった。なるべく早く迎えに行けるように対応を協議してまた連絡する。今度は端末をなくすなよ。 CIA からの連絡だったのか。ああ、事情は納得してもらえた。迎えのための連絡がまた来ることになった。それは良かったな。俺がお前たちと一緒にいることも把握していた。どうやら一緒に逃げているところを目撃したらしい。うっす。それだけで正体が割れるのか。さすが米国の国家機関だな。いろいろ世話になった。あともう少しの間だけよろしく頼む。マイペンライ、頑張って逃げ切れよ。こんな遅い時間に一体なんだ。タイのニュームーンの連中が今こっちに来てるな。ああ、まだしばらく滞在の予定だ。ひょっとして何か取引でもしたいのか。違う。今日の昼間に公安部と揉め事を起こした連中がいる。リラウ広場で銃撃戦をやらかしてたそうだ。南方系の顔立ちの小柄なムエタイの達人の男と銃の達人の女がいたらしい。そいつらじゃないか。おそらくそうだな。そんな情報どこで掴んだ。たまたま知り合いが見かけていた。相手が公安部かどうかの確証はないが、ニュースになっていないところを見るとおそらくそうだ。
親父は最近公安部との距離を詰めている。お前が連中を嫌っているのは知っているが、揉め事を起こすと親父の不況を買うぞ。ラムローアンとの取引を切れて。それはお前次第だが、このことが親父の耳に入った、間違いなくそいつらは公安部に突き出されるぞ。分かった、事情を確認してなるべく早くタイに戻らせる。昼間に公安部と騒ぎを起こしたか？公安部？なんだ？ジョローブもリリーと一緒にリラウ広場で銃撃戦を起こしてないか？確かに騒ぎには巻き込まれた。相手が公安部の連中だとは知らなかったが、不意に銃を突きつけられたので逃げただけだ。不意打ちされただと？心当たりはないのか？携帯を落とした人間がいたので、それを渡そうとしたら囲まれたんだ。どうやら相手がそいつらに追われていたらしい。本当にそれだけなのか？それだけだ。運が悪いやつだな。だがそのせいで目をつけられた可能性がある。ひとまずそこから移動してほしい。今から迎えに行くので出る準備をしておいてくれ。分かった。ティンが今外に買い物に出ているので、少しだけ待ってくれ。こんな時間に？ああ、すぐに戻るように連絡を入れる。そうしてくれ。それと、リリーも同じく目をつけられているはずだ。そのことを伝えてなるべく早くマカオから去るように言え。そしてお前たちは今後マカオでは彼女と接触するな。分かった。万が一、俺とティンはここを出るが、迎えに来るようリリーに連絡するので、お前はここに隠れている。相手とは連絡が取れたんだから、合流できればそれで逃げ切れるだろう。配慮してもらってすまない。マイペンライ、無事に脱出できたらいつかこの本を返してくれ。マンフィいるか？迷惑をかけてすまない。どうにかなるさ。念のためこのウィッグをつけてほしい。これでいいか？これならサングラスはしない方が良さそうだな。大丈夫か？意外にどうにかなるものだ。アイメイクを濃くしたから随分印象が変わってる。こんなに変わるものなのか。それでは出よう。答えたくなければ答えなくてもいいが、お前たちは一体何者なんだ？やっぱり黒社会組織の人間なのか？元黒社会組織の人間といったところかな。ひょっとして黒社会の人間と関わるのは初めてか？さすがにそんなことはない。
マコンへの渡航を手伝ってくれたのも黒社会の人間だ。実際のところはどうなっているのかわからないが、俺は内地では死んだことになっているはずなんだ。俺の代わりの死体がどう調達されたのかは考えたくもないが。黒社会の人間の命は安い。身元や死因などろくに調査されない。きっとそういう廃棄物の転用だ。気にすることはない。ドラインなんだな。一体どのくらい組織にいたんだ？私の両親は拉致監禁の請負業をしていた。物心ついてからどっぷりとこちらの世界にはまっている。そうなのか。とてもそういうふうには見えない。そう言われるのは初めてだな。どういうことだ？ジャーナリストという職業柄、いろいろな人間に会ってきたが、裏社会で長く生き延びる秘訣は他人に情けをかけないことだと聞いている。お前は俺を助けたところで見返りは何もない。なのにこうやって手を貸すのはなぜだ？情けをかけないのが裏社会で生き延びる秘訣だというのは当たっているな。だが私が最近まで属していた香港の組織は少々変わったところだった。私がそこに属することになったきっかけ自体が他人に情けをかけたことだ。その組織はよそを弾き出された人間を受け入れる代わりに組織内の人間の保護に全力で寄与することを求める。守ってほしいのならお前も守れというわけだ。他の組織を追われた人間を受け入れるのはとんだ揉め事の種になりそうだな。どんな人間でも受け入れるのか？もちろん追われた理由による。身内を陥れたことで追われることになったような人間は受け入れない。だが自らの真偽を通すことで追われることになった人間は、それがどれだけ相手の組織の不況を買おうと受け入れる。それが先代の意思だった。他の組織の人間だけでなく元潜入捜査官まで受け入れたぐらいだ。私自身掟を破って暗殺組織を追われる身だった。だが先代はその自立性を尊んだ。真偽を優先する意志の強さと自らの生への渇望、他人を守るにはその両方が必要であるということらしい。興味深い話だ。なぜお前はそんな組織を抜けたんだ？私は私にとって最も大切な相手を守るためにその組織に所属していた。しかしその相手は私を守ろうとして命を落とした。彼を失ったことで私は自らが生きる理由をも失い、自らの命を絶とうとした。ルクに救われて生きながらえたが、生への執着がなくなった私はその組織にふさわしくない。なるほど。なぜ見返りもないのに手を貸すのかという問いへの答えは一種の罪滅ぼしなのかもしれない。罪滅ぼし？私は人を殺すためにマカオに来た。人の命を奪うなら同じだけ人を救うべきだと無意識のうちに考えたかもしれない。そういう考えは全く自分らしくないがな。人を殺すため誰かに頼まれたのか？いや違う。かつて私に危害を加えた者への個人的な復讐だ。やっぱりお前は俺が知っているどんな黒社会の人間とも似ていないな。内地の黒社会の人間の基本的な行動原理は損得だ。
どれだけ屈辱的な目に遭おうと自分の得意にならないことは一切しない。逆に得意になるのであればどんな相手にでもする夜。社会から弾かれて自警する人間の集団というよりは自ら腹を見せる権力の犬だ。もっともその特徴は黒社会だけのものじゃない。基本的に内地の人間は締め付けに慣れて自ら鎖をつけに行く連中ばかりだ。たまに締め付けから逃れようとする人間がいても自分のことしか考えていない。俺は正直そんな状況に嫌気がさしていたんだが、香港の黒社会組織にそんな真偽があるのならまだ希望があるのかもしれないな。だが内地にもあなたを逃がすために尽力してくれた人間がいるんだろう。所詮は金だ。俺のことを本当に心配してくれたわけじゃない。あいつにとっていい飯の種だっただけだ。もっともこうやって逃げ出そうとしている俺も自分のことしか考えていない一人なんだろうな。命を狙われていたんだろう。世の中には命を懸けてまでやるべきことなんてそんなにないぞ。生き延びてこそできることもある。ここで逃げ延びて自分にできることを続けるのなら逃げたことにはならないよ。私がやろうとしている復讐も生き延びなければできなかったことだ。個人的な復讐ではあるが、子供を慰み者として大人に貸し出すような人間を葬るのは世のためになると私は思っている。お前まさか。なんだ。いや、なんでもない。どこにでもクズはいるものなんだな。残念ながらそのようだな。さて、こんな話をしてると目が冴えるばかりだぞ。明日も何があるかわからない。少しでも寝て体力を温存しておいてくれ。わかった、そうするよ。すまない、起こしたか？構わない。また集合場所の変更か？いや違う、連絡が来たのは通話を禁じられた端末の方なんだ。内容は？知らないアドレスからだ。だが差出人名は知り合いで、本文とタイトルはなく何か動画が添付されている。開かない方がいいよな、これは。見せてみろ。再生。マンフェ、やっぱり私もあなたと行く。まだ間に合う？連絡を待ってる。シャオユウ？どういう知り合いなんだ？仲介人だ。だが、これは本物なのか？罠なのか？動画であれば自動的に中身を検閲できない。それを分かってあえてこの手段を取っているなら本物かもしれないな。 CIA との連絡に使っているアドレスは彼女は知らないのか？知らないはずだ。それに俺は自分のスマートフォンをなくしていた間にこのアドレスから彼女に連絡している。なら盗聴対策されている端末の方で新しいアドレスを取ってこのアドレスに連絡してみろ。何か彼女にしかわからないような言葉を録音して添付するんだ。
この曲の続きは？確かに本人だ。これは俺の作った曲だ。やっぱり行く。ということは本当は一緒に来るはずだったのか。俺は誘った。だが本人に断られたんだ。一緒に来る気はないと。今更人が増えたなんて言えない。どうしたらいいんだ。交渉してみるしかないだろう。ここまで来たということは追われている可能性がある。見殺しにして後悔するのはあなただろう。どうした。土壇場ですまない。俺に加えてもう一人受け入れてもらうわけにはいかないか。無理だ。大の黒社会組織の人間を受け入れる義理はない。そいつらじゃない、シャオユーだ。シャオユーか。何かあったのか。詳細は分からない。俺が自分の端末から連絡を取ったのがまずかったのかもしれない。ともかくすでに逃げ出してきているんだ。どうにかならないか。今一緒にいるのか。連絡があっただけだ。まだ合流はしていない。俺の方には連絡が来ていないぞ。罠じゃないのか。少なくとも間違いなく本人から連絡だ。罠の可能性があったとしても、来たいと言われた以上俺は彼女を見捨てられない。彼女の動向が認められないなら俺も亡命はやめる。もちろん手土産も渡さない。それはダメだ。俺を確保した後やっぱり邪魔だからと彼女を見捨てられたらかなわない。彼女の安全を先に確保するか、せめて俺と一緒にしてくれ。待ち合わせまであと3時間。今から彼女の身柄を確保する別動隊は出せない。彼女に待ち合わせ場所を伝えろ。そこに彼女が現れなかったら保護はしない。情報できるのはそこまでだ。わかった。シャオユーも保護してもらうよう交渉できた。彼女に待ち合わせ場所を教える。それなら私が今から彼女を迎えに行く。ルクはマンフェイに同行して現地で待ち合わせよう。彼女にカテドラルに来るよう伝えてくれ。迎えが行くと私が罠ではないか見極める。相変わらず自分が先頭に立ってリスクを取るのか。あなたを信頼しているからだ。マンフェイのことは頼んだ。はいよ。シャオユ、戻れ。カオジン、お願い見逃して。ダメだ。あの男が何をしようとしているのか分かっているのか。余計なことに首を突っ込むな。お前には無関係だ。知らない人です。突然絡んできたんです。助けてください。
英春剣の使い手なら戦うときは手加減なしと知ってるな。やるな。死んだの？いや、意識を落としただけだ。早くここから立ち去った方がいい。あの、それなら迎えの人が来るまで一緒にいていただけませんか？ここで人を待っているのか？いえ、カテドラルというところに行かなければならないです。見ず知らずなのにごめんなさい。でもマカオは初めてなので場所もよくわからなくて。わかった、そこまでは送っていこう。シャオユウか、秘密の楽譜は持ってきたか？それは言えない秘密。お前が迎えなのか？そうだ。なぜあなたが彼女と一緒にいる？彼女が襲われているのを偶然助けたんだ。お前が迎えなら大丈夫だとは思うが、気をつけろよ。ジェットにはあった。あなたとはそのうちまた会うことになるかもしれない。わかった。それでは。どんな連中に襲われたんだ？組織の人間。相手は一人だったけど武術の達人で、あの人が助けてくれなかったら危なかった。組織の人間？ダークタイガーか？違う。私、ナイチの組織に追われてるんだ。彼はその相手を殺したのか？殺してはいない。意識を落としただけって言ってた。シャオユウ、念のため変装してもらっていいか？わかった。あなたセラフとはどういう知り合いなの？やっぱりライター仲間？セラフのことは知らない。マンフェイに頼まれて迎えに来た。どういうこと？セラフとマンフェイは一緒じゃないの？トラブルがあって合流に失敗したらしい。今日改めて合流することになってる。マンフェイから事情は聞いてるよ。亡命しようとしてるんだろう。じゃあマンフェイの知り合いなの？
そういうわけでもない、偶然巻き込まれただけだ。巻き込まれただけで手伝ってるの？さっき助けてくれた人といい、マカオの人は親切だね。私はマカオの人間じゃない、内地出身で香港に移住した人間だ。ここには一時的に滞在してる。なるほど、マンダリンが流暢なわけだ。だからマンフェンに同情的なの？そうかもしれないな。最初は来る気はなかったんだろう。何があったんだ？私のことどこまで聞いてる？身元については何も。亡命の手はずを整えてくれた人間だとだけ聞いてる。なるほどね。失礼かもしれないけど、あなたも仇の人間じゃないよね。こんなことに首を突っ込んでるんだもの。ご明察。元は香港の黒社会組織に所属していた。元か。私はね、内地の黒社会組織ラクシャーサのボスの情婦。マンフェイの脱出の手助けをしたことがバレて殺されそうになった。だからこうして逃げてきたってわけ。なるほど。そもそもなぜマンフェイの手助けをしようとしたんだ？理由？なんでだろうな。最初は彼の方から近づいてきたの。黒社会組織を取材したいとかで。今まで私が知らない世界の人だった。彼、学もあるしね。なのにペンの力で世界を変えられるなんて今時真面目に信じてて、その素朴さが放っておけなかったのかも。セラフはアメリカに移住した親戚なの。マンフェイのことを話したら、同じジャーナリストとして協力するって相談に乗ってくれてね。紹介してそれで終わりかと思ってたら、マンフェイが私にも一緒に来ないかって誘ってきたんだ。今の世界から抜け出すチャンスだからって。でも断った。私英語も全然わかんないし、知らない世界で生きていける気がしなくて。本当は亡命したくないのか？今いる世界から本当に出られるなら出てみたいとは思う。でもそんな自分がどうしても想像できなくてね。そんな気持ちわかる？確かに組織は抜けたが、今でも私は裏社会の人間だよ。そこから出られるとは思っていない。だが世の中は表と裏できっちり分かれてるわけじゃない。両者が並び立つ境界の部分もあるだろう。マンフェイがあなたを連れて行こうとしているのもその領域だ。彼はあなたを連れ出すために自分の持つ手駒をかけてセラフと交渉した。相当な覚悟があるのは間違いない。不安なことがあるなら全てぶつければ考えてくれるさ。ありがとう。ぼちぼち時間だな。移動しよう。マンフェイだな。お前を探していた。
お前、ジョロングモの連れだな。その男とはどういう知り合いだ。うちの顧客だ。なんか用か。顧客？なるほど、そういうことか。お前たち最初から。同行してもらうぞ。逃げろ。俺たちは合流できない。先にセラフにシャオユを預けてくる。何があった？そっちに向かっている途中で襲われて逃亡中だ。追っ手の中にプリンスもいる。どうやらダークタイガーがマンフェイを追ってるらしい。なんだと？セラフには連絡した。シャオユはセラフと顔見知りなんだろう。先に回収してもらう。そっちはどうするんだ？落ち着いたらまた連絡する。わかった、気をつけて。何かあったの？マンフェイが追っ手に見つかって合流できなくなった。先にセラフと合流してくれとのことだ。私の連れが同行しているから大丈夫だ。彼も場数は踏んでいる。その連れも元組織の人？ああ。そっか、あなたは一人じゃないんだな。一緒に抜けたわけじゃない。抜けたのは別々だが、縁があって今は一緒にいる。縁は運命を自ら切り開こうとする人間に訪れる。私とあなたがこうして出会ったのもまた縁だろう。あなたは逃げ出すという決断をした。その決断をした自分を信じてみろ。分かった。セラフ！シャオユか。ずいぶん様子が変わったな。変装してるのよ。マンフェは無事なの？わからない、今は連絡待ちだ。お前がニュームーンのメンバーか？友人ではあるがメンバーではない。私は香港人だ。香港人にしてはマンダリンが流暢だな。銃を持っているんだろう。香港の組織の人間か？元メンバーだ。今マンフェイに同行しているのも私の連れだ。ニュームーンは本件から手を引いた。マンフェイがダークタイガーから追われているということなのでこちらが引き取ったんだ。どうしてマンフェイはダークタイガーから追われているんだ？ダークタイガーは公安部との間にできるだけ波風を立てたくないと思っている。公安部からの依頼でも入ったのかもしれないな。お前たちはダークタイガーとは関係ないのか？どちらかというと対立している側の人間だな。連れの安全が確保されるまで協力する。そうでないとこちらも困るんでね。わかった、ひとまず仲間に合わせる。公安連中の動きは？今のところ大きな動きはないな。
警察の方も静かなもんだ。あんたが銃の手だれの女か。何と呼べばいい？Cさんと。とりあえずセーフハウスまで移動する。あんたの連れとはどうやって連絡を取っている？スマートフォンだ。こちらで購入したプリペイドSIMなので、そこから足がつくことはないと思う。組織を抜けた割には随分と用意周到なんだな。マカオで何かやらかす気だったか？まあ詳しく話されても困るがな。お互いのビジネスにはノータッチで行こう。依存はない。状況が落ち着いたら連絡があって合流するという認識でいいか？基本はそのつもりだ。ただそれはそれとして、まずはダークタイガーと交渉したい。交渉？勝手なことをされると困るんだが。ダークタイガーがマンフェイを追っている理由が、公安部の不況を変えたくないからなら、それを上回るメリットを提示すれば交渉に応じるだろう。金でも出せというのか？却下だな。金で解決できるなら安いものだろう。そちらが表に立たずに私が交渉すれば、米国の顔が潰れることもない。ひょっとしてダークタイガーとグルなのか？昨夜俺が入手した情報とマンフェイから電話で聞いた情報を突き合わせると、それはないはずだ。交渉はどういうチャンネルでするつもりなんだ？ニュームーン経由か？基本的にはそうだな。幹部のプリンスとも面識はあるので、繋いでもらって彼と直接交渉する。プリンスと直接交渉できるとは、お前一体何者だ？彼の盟友を私が殺害した。ダークタイガーの方針としてどうだかは知らないが、少なくともプリンスは内地からの干渉を嫌っている。ある程度の金額を積めば公安部に義理を立てることはするまい。なるほど。プリンスとそれなりに親しいというのは本当そうだな。プリンスのスタンスに関しては俺もそう聞いている。正直、金で肩がつくならそれでいいじゃないか。お前は昨今の予算の削られっぷりを分かってるのか？いくらぐらいあればいいの？あまり高額を出すとそれだけ価値があるのかと勘ぐられる。数十万パタカぐらいから交渉できると思う。1パタカって玄関さんだといくらくらい？今だと一人民元が 1.3 パカタぐらいだな。これ使えるかな？4カラットある。足りなければこっちも。逃亡資金として持ってきたんだ。いいのか？命あっての物種だもの。私、マンフェイを逃がして追われてるのに、そのマンフェイが逃げられないんじゃ意味がない。お前、そんなにマンフェイのこと？とりあえずそれを使って交渉してみる。いいか？方便上、あなたをマンフェイの家族だということにするぞ。
無事なのか。マンフィの件だな。その通りだ。プリンスに彼の追跡をやめさせたい。交渉したいので繋いでくれないか。その件だが、プリンスはマンフィが公安から追われていることを知らないようだぞ。なんだって？ダークタイガーについて不利な取材をしているジャーナリストをお前たちがかばっているとプリンスは言っていた。お前たちがマカオに来た本当の目的はダークタイガーを陥れるためじゃないかと疑ってる。ヤブヘビになりそうなので俺からは何も言っていないが、交渉するならそのつもりでいるよ。そうなのか。情報感謝する。プリンスの電話番号を知らせればいいか。ああ、頼む。誰だ？リリー、あなたの言うところの女郎雲さ。直接声をかけてくれとはいいのよ。泣きを入れてマンフィを引き渡すか。その件なんだが、なぜそちらはマンフィを追っている？とぼけるな。やつはお前のところのスパイなんだ。違う。彼はナイチの公安部に追われているただの逃亡者だ。なんだと？家族に頼まれて逃亡先を手配しようとしているだけだ。そちらには一切関係ない。そんな言い訳が通じると思っているのか。その証拠にマカオからはすぐに立ち去らせる。取材はさせない。そちらの縄張りで公安部といざこざを起こした件については謝る。迷惑料は払うから見逃してくれないか。ひょっとして昨日お前らがニラウ広場でやらかした銃撃戦は無件か。そうだ。公安部からマンフェイを保護しようとしてやり合った。ラムローアに頼んでタイに逃がすつもりだったのか。いや、全くの別ルートだ。ダムローアンと会ったのは偶然だ。お前のことを信用したくはないが、いまいましいことに確かにお前の説明の方がいろいろと突き詰まるな。迷惑料はいくら出す気だ？4カラットのダイヤがある。本物なのか？私には鑑定できないが、彼の家族からことづかったものだ。偽物ではないだろう。家族からはいくらもらったんだ？それで全てだ。そちらの機嫌を損ねてまで仕事をする気はないよ。義賊のつもりか。脱出はいつさせるんだ？近日中には必ず。わかった。3日間だけ猶予。その間お前たちがここでやることには目をつむる。3日経ってもまだグズグズしていたら利息を払わない限り崩壊するからな。それはタムシンの排除も含めてか？そう。お前たちがマカオにいるだけで目障りだ。3日でやれないなら諦めろ。わかった。ダイヤはどこに持っていけばいい？お前が直接私に来るの？その予定だ。それならこの前のレストランまで持ってこい。わかった。協力感謝する。ダークタイガーと話はついた。これから迷惑料を払ってくる。タムシンとはカジノのオーナーのタムシンか。その暗殺がお前の業務内容なのか？うちは警察じゃないからな、止めはしないが。
タムシンは公安部とつながってるぞ。注意しろよ。ありがとう。それでは行ってくるよ。Thank you.